滝望は東京都八王子市公認のゆるキャラである。2011年に起きた東日本大震災や2012年の祖豪、八王子展経店など八王子を取り巻く暗い話題を払拭しようと八王子市滝山町の寺院、少林寺の副住職が中心となり八王子のゆるキャラを作ろう会が結成され、そこから生み出されたいたずらが大好きな狸のキャラクターである。 仲間に短期で積んでいるな女の子、この姫と少林寺の住職とされるお所さんがいる。2011年秋から多機棒の着ぐるみが八王子市内外の様々なイベントで活躍しており、2012年3月29日には八王子市民企画事業補助金対象事業となり、思考人のゆるキャラとなった。2012年のゆるキャラグランプリでは、 出場865台中58位に、都内では国分寺市の西古君、菅野地蔵通り商店街の菅門に次いで39台中3くらいとなった。2013年11月6日には、色紙スポーツ文化振興校舎の公式キャラクター、カッパル、戸越銀座商店街のマスコットキャラクター、戸越銀次郎、秋田県のニャジ菅門らと共に、 ギタリストとして参加したバンド GCB47 のアルバムゆるくない歌コレクションご当地キャラクターソングスが特マジャパンコミュニケーションズから発売されることになっている。ありがとうございます。